カッパッパチャンネル。おはカッパー、岩手に生まれ銀河を泳ぐマジカルカッパちゃんでやんす。今日1月6日なんでやんすけども、大体今日からねお仕事が始まった方とかも多いんじゃないかなと思いやんす。それにしてもすごく最近は寒いなっていう感じですかね。そうです、今週の1月11日と12日は札幌で開催される第11回みちのく盛岡の名品と観光展に参加させていただきやんす。わーい。場所は札幌東急百貨店でやんす。カッパパとリンちゃんもめちゃめちゃ楽しみにしておりやんす。札幌にいらっしゃる皆さん、ぜひ踊ってくなんせ。今日もあのコーナー行ってみましょう。妖怪のあれこれ。妖怪は日本で伝承される民間信仰において人間の理解を超える機会で異常な現象や、あるいはそれらを起こす不可思議な力を持つ非日常的非科学的な存在のこと。あやかし、またはもののけ、魔物とも呼ばれる。今日ご紹介する妖怪はこちら、モシリシンナイサム。モシリシンナイサムはカッパッパ、すごいなんか名前が変わってるなと思って、今日はご紹介したいなと思いました。モシリシンナイサムは道の妖怪なんでやんすけれども、村外れの湿っぽいところさいるんでやんすよ。馬ほどの大きさで白と黒のまだら島があって、そのモシリシンナイサムを見ただけで、もうね、見ただけですよ、見ただけ、見ただけで一生つまらない不幸な人生を送ることになると言われておりやんす。もう一瞬モシリシンナイサムを見ただけで一生つまんなくなっちゃうの、やばくないですか。どういう妖怪なんだろうということで、今日は予想をしてみよう。カッパパ見たことがないので、ちょっと予想だけど絵に描いてみたいなって思います。馬ほどの大きさで黒と白のまだら島がある。まだらってどういうこと。馬みたいなもんなのかな。不幸、不幸になる、一生一生不幸になるから、やっぱりいい顔じゃないのかもしれない。こんな感じじゃない。モシリシンナイサム難しい。まだらな、黒と白。まだらってどういう意味。まだら聞いたことはあるけどちょっとわかんない。なんかまだら縦じゃないかな。まだらな白と黒の、あ、牛みたいな方だったのかな。まあでもこんな感じかな。モシリシンナイサム。カッパッパが予想するモシリシンナイサム。ねえ、下手くそ。絵が下手くそ。あ、今年の目標は絵が上手になることにしようかな。モシリシンナイサムはもう見ちゃうと一生つまらなくて不幸な人生を送ることになってしまうので、モシリシンナイサムだけには出会わないようお気をつけくなんせ。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうござんす。ござんす、ござんす。じゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃん。オレイ。